ヒグヤーはアメリカ合衆国で生産、調教された競走馬及び種牡馬。1893年のアメリカリーディングサイヤーで後世のアメリカ競馬界に息づく傍流系統ヒグヤー系の祖となった。アメリカのオーナーブリーダーであるバラク・トーマス・少佐がケンタッキー州レキシントンのディキシアナ牧場で生産したサラブレッドのお馬である。父アラームはエクリプスの直子で6ハロンから10ハロンの競争で9戦6勝を挙げた快速馬であり、ヒムヤーはその初年度3区に当たった。ヒムヤーは気難しく、調教も難しい馬であったという。ヒムヤーは2歳時の1877年にデビューし、ケンタッキー州レキシントンを中心に西部地区でのみ競走生活を送った。東海岸地区の競争に出ることはなかったため、同時代の競走馬たちとの能力比較は難しいものである。2歳時の主な勝ち案に6ハロン戦のコルトステークス、8ハロン戦のコルト&フィリーホールステークス、またルイビル競馬場で行われたベルミードステークスがある。後年、ヒムヤーはこれらの勝利から、デューク・オブ・マゼンタと並んで、同年の最優秀2歳牡馬として選出されている。3歳時には14ハロン戦のフェニックス・ホテルステークス、12ハロン戦のベルミードステークス、1マイルのヒート競争ジャニアリーステークスで勝ち案を挙げた。この年には、ケンタッキーダービーにも出走しており、デースターの2着に入っている。4歳時は9月からの指導と活動が短かった。ものの、4戦4勝と無敗でその年を終え、またかつて敗れたデースターへの雪辱を果たしている。5歳時には、マーチャンツステークスとターフステークスで優勝し、6歳時は一戦して4着に敗れ、そこで競走生活を引退した。1881年より種牡馬となった。クリオ・ホーガンの表した。インデックス2ステークスウィナーズ1865から1967によれば、ヒムヤーは15頭のステークス競争勝ち馬を出したと、ある。種牡馬としての代表3区に、1891年生まれのドミノと、1895年生まれのプローディトがいる。特にドミノは2歳時に9戦9勝の戦績で17万ドルもの賞金を稼ぎ、その後押しによって、ヒムヤーは1893年の全米リーディングサイヤーに輝いた。この2頭は、ヒムヤーの後継種牡馬となり、ドミノはコマンドを、プローディトは、キング・ジェームズを出し、共にヒムヤーの血統を後世に伝えていった。1897年、トーマスは、負債の清算のためにヒムヤーを$2,500で、テネシー州ソーンダースビルの生産者、エドウィン・サムナー・ガードナーに売却した。その後、ヒムヤーはガードナーの持つアボンデールスタッド牧場に移され、1905年12月30日に死亡するまで同地につなぎをされていた。その祝いは同牧場に埋葬され、その墓碑にはFrom his ashes speed springs eternalと刻まれている。主な価値案の出典。ありがとうございます。